北海道大樹町宇宙の街を作るふるさと納税、まあ、応援するプロジェクト一つとして、今回は和牛堂さんに来ていただいておりまして、北海道の大樹町で和牛のお店をやられてるんですよね。自己紹介をお願いします。はい、井川畜産の井川です。和牛堂の石川です。はい、和牛堂さんはその、はい、井川さんの牧場から仕入れられた牛肉を売られてると、はい、そうですね販売してる、はい、販売をされてるということですね、はい、で大樹町お店ありますよね。はい、お店もやらせていただいてますね、はい、小さいお店ですと、はい、土日だけオープンなんでしたっけ。今木金土に木金土に、はい、今木金土で営業させていただいてますね、はい、お客さんどうですか。はい、まあ地元の方もちょこちょこはもうでも泊まった方ですけど、あと地方から来られる方、待機外から来られる方も結構多いですね。井川畜産さんはどれぐらい、はい、あの何頭ぐらい飼育されてるんですか。今はあの延べ頭で120頭ぐらいは。120頭、はい、全部それは黒毛和牛。黒毛和牛ですね。全部です。そうですね。子牛とかはどこから買ってこられてるんですか。あ、もう自分で自家生産。自家生、全部繁殖からやってる。そう、はい、種付けから繁殖まで全部やられてるんですね。はい、珍しいですね。和牛以外やられてないんですか。和牛一本でやってる。いつからやられてるんですか。和牛10年前ぐらいに新規収納で、はい、新規収納で、はい、大樹町におられたんですか。そうですね、大樹町に移住してきて。移住してきたんです、はい、新規収納で大樹町で和牛って、はい、すごいっすね。はいはいはい、和牛 100% ってすごいですね、はい、しかも繁殖から。繁殖です。和牛用で販売してるのは、うん、あの十勝姫って言ってグラスフェットビーフ。はあ、はい、そうですよ、はい、なるほど。井川さんのところで放牧したりとか牧草したり食べたグラスフェットビーフを十勝姫っていうブランドで、はい、うん、会社名が和牛堂っていうところですね、はい、それ以外も生産されてるんですか。もう十勝姫だけ。十勝姫、そうですね。十勝姫っていうのは何かそのレギュレーションがあるんですか。和牛堂のブランドとして今ブランド化して販売していこうって今力入れてるところで、はい、へー、はい、そうなんですね、はい、年間何頭ぐらい出荷できるんですか。去年で言いますと30頭ぐらい、30頭ちょっと切ったぐらいですね。へー、はい、年間30頭。そうですね。全部グラスフェッドなんですか。に沿ったやり方ですね。へー、はい、なんでグラスフェッドなんですか。あの新規収納でここでやった時にやっぱり一番魅力的だったのが大樹町の土なり草なり水がもう本当に、はい、あの牛になんか適してるなっていうところで、うん、あと広大な土地がすごい自分は魅力的に感じたんで、うん、それでグラスフェッド可能かなと思ってちょっと始めましたね。グラスフェッドって僕あんまり好きじゃないんですけどいいですか。はいはいはい、はい、あんまり好きじゃないんですよ、はい、はい、すいません、なんかいきなりそんなところから言っちゃって、はい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 、まあ好きな人はいるんでしょうけど、はいはいはい、という意見も本当にいっぱいあるんですけど、うん、なんで和牛でやるのって なんでグラスフェッドに特化するのっていうのが結構言われがちなんですけど、うんうん、まあそれは好みの問題ですか。あ、そうですね、はい、うん、ただ自分が入った時にそれが可能じゃないかっていう、うん、可能性は、まあ、可能は可能なんでしょうけど、うん、僕は割とグラスフェッドって環境負荷も高いと思うし、うん、いいとは思わないんですよね、はい、正直効率も悪いし、うん、効率は悪いですね、まあ、ちょっと焼いてみますか。どれから行くんですか。それから行くんですか。あ、最初ハンバーグから。ハンバーグから、はい、お店の店頭でもハンバーグ出されてるんですか。あ、出しますね、はい、一応去年で2万個ぐらい販売させていただいてますね、ハンバーグ、はい、店頭で。あ、店頭と通販やらしてもらってるんで。はい、それなんか楽天とか。はい、楽天とベースで今はやらせていただいてますね、はい、まあ、一番リピーターもさんも多いですし、手が届きやすい価格っていうのもハンバーグはありますよね。あ、まあ、和牛高いですもんね、はい、いや出てきました。はい、しかも出来上がってますね、はい、もう食べちゃっていいですか。はい、はい、どうぞ。いただきます。ハンバーグがまずいってことは基本的にないですからね、うんああハンバーガー本当にうまいですよね。ちょっとグラスフェッドでやってるから他の和牛と比べて脂がちょっと少し少なめで食べやすいっていうのも一つですよね。まあ僕はでもそこに関して言うと、はい、そこも最近ほら黒毛和牛の脂がしつこくてとかよく言うでしょ、はい、あれって
僕も和牛の店やってみて分かったんですよ。あれは成長促進剤とか対応だったりとか、その餌の質が悪いことによって油の融点が上がってる、上がってることが結構原因なんじゃないかなと思ってきたんですよ。この間、まあ、某有名な焼肉屋さんに本当に予約が取れない焼肉屋さん行ったんですよ。そしたら持たれて大変だったんですよ、もうなんかなんかみんな美味しい美味しいっつって食ってんだけど、途中からなんか気持ち悪くなっちゃって、まあだからそういう風にはグラスフェッドは多分なりにくいと思いますよ、はい、最初自分もその飼い始めた時自分であの牛を潰して自分で食べてたんですよ、そうですね、年1頭ぐらい自分で食べないと分かんないですよね。分かんない。尾崎牛の尾崎さんも毎日食ってますもん、自分のところの牛を。だから自分のところの牛を食わない人は信用できないですね。それはすごくあると思う。焼きます。これは焼いていただけるんでしょうか。はい、焼かせていただきます、はい、色があれですね、薄いですね、割と、ね、そうですね、はい。ちょっとやっぱり堀江さんの言うようにグラスフェッドなんで、ちょっと個体差とかはまだしっかりか、なんていうんですか、まだ改良の余地はあると思って。そうです。で今井川さんをはじめ協力してくれてる体調の生産者の方にもっとこうグラスフェッドで安定化して、はい、っていうのを目指しているサーロインステーキですね、はいはい、これは何で食うのがいいですか。塩で食います。俺全部食うのこれちょっと井川さんもいいですか。はい、わさびもいいですね。そうですね、わさびとか結構合うと思います、はい、うん、油はさ、それはおっしゃる通りしつこくはないですね。ああ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、次フレークとかも食べていただければと思って。え、なになに。あ、牛トロフレークですね。あ、 で今トカチ姫で歌わせてもらってるんで、はい、全部黒毛和牛のフレークって、多分和牛道しかやってないと思うんですよ。はい、贅沢ですね。贅沢です、はい。で黒毛和牛だけ、他のところはホルスタインとか輸入牛ってよく聞くんですけど、はい、なんでめっちゃ贅沢ですね。そうです。なんで姫トロフレークっていう名前で販売させてもらって、はい、なんかうまそうですね。いやー、結構もうそうです。これね、はい、通販向けの商品なんですよね。ああ、はい、すごい。そうです。いつもずっと製造いっぱいいっぱいかけてて、はい、ちょっとショートしてしまう時もあるような商品ですね。売り切れてしまうような。そうなんだ、はい。あ、卵入れるんだ。やりますね、はい、これも味付けとかはそのフレークだけ販売させてもらってるんで、わさび醤油もそうですし、卵黄入れてもらっても、なるほど、お客様好みでアレンジしていただけるっていうのも一つ、はい。これはずるいやつですねビジュアルがいいやつですよねで今日焼肉獄さんに場所を提供させてもらってるんですけど、これ今新宿三丁目の焼肉獄さんでも食べられる、はい、ここで食べて、ハンバーグも、はい、ここで直接食べていただけるんで、待ってました。これビジュアルいいっすよね。これが一番うまいんだろうな、多分な。さあ、いただきます。はい、食べていただいて、はい、なるほど。サクサク、これ飯泥棒ですね、はい人気商品です、間違いなく、はい、本当にね、熱々ご飯、はい、これ絶対いいやつだよね。これいくらでも食えちゃいますね。結構その楽天さんとかベースさんの口コミでもそのいくらでも食べれちゃう、食べ過ぎ注意とか書いてくれる方もやっぱいらっしゃいますねレビューに。絶対そうだよね、うん、わさびとかいいっすね。うまっ、めちゃくちゃうまいですね。ありがとうございますあとあれですよね、シャトーブリアンの方、はい、今日の最後の品ですね、はい。
シャトーブリアン、やっぱ色ちょっとこの個体は薄いっすね。そうですね、ちょっと、はい、うん、なるほどね。この間僕、シットを潰しましたからね、一回。いやいや、そんな日本ではそれできないんで、土地区上でないとできないじゃないですか、はいはい、海外って、クロアチアって国で、友達が格子糸を買ってくれてて、うん、はい、で向こうって去勢あんまやんないじゃないですか。はいはいはい、そのまま、うん、男牛は和牛だと去勢すればそこまでその男臭さというか、はい、あの獣臭さみたいなのが出ないんですけど、海外の牛はね結構出ますから、タネ牛以外は全部子牛のうちに潰しちゃうんですよね。はい、去勢して。だからね、子牛のメニューって大体レストランあるじゃないですか、海外は。あれはだから日本だとあんまり出てこないですよね。そうですね、もう結構早いだったら去勢しちゃう。だから和牛の子牛ってなかなか出ないんですけど。出ないですね。いや、で海外の牛ってでかいし、はい、子牛って聞いてたから、はい、なんかヤギみたいなの出てくるのかなと思ったら普通に200キロありましたからね。おお、育成並みの。そうですね、直撃でブッチャーの人が頭バンバンってハンマーで殴って気絶させてるところ、僕が頸動脈ピッて切って血の牛やってて、で、あの後ろ足吊るして、はい、で、あの、そう、血抜きして、あの首を落として、で、脳みそも割って、脳みそ割って、脳みそ取り出して、あとタン取り出して、で、今度腹割って内臓出して。でも面白かったのはその内臓の吊るし方。僕、土地区場見学したことあるんですけど、あのホルモンの方のエリアって見せてくんないんですよね。だなんか透明でしか見えなくて。でも実際はだから俺すごいですね、気管で吊るすんですよ。あの気管あるじゃないですか、あれ結構硬いんですよ、はい、あれに肺と心臓と肝臓が全部くっついててビッで吊るすんですよ。であと腸とかをバーって、彼らあんま食わないんで。でもね、生レバめっちゃうまかったです。スーパーうまかったです。でもなんか本当は腸も処理したかったんですけど、僕一人だったんでめんどくせえなと思って。時間かかるし、もうなんかもう皮剥ぐので精一杯だったんで大変でした。皮剥ぐのも。いただきます。はい、ちょっと塩でもちょっと、ジュンさんも一つ。はい、もう柔らかい。ヒレはうまいっすよね。うまいっす、ヒレはうまいっす。はい、で一応今回あの、はい、まあ、ふるさと のクラウドファンディングの方に出させていただく一部の商品だけなんですけど、うん、で他にもいろいろな商品を取り押さえられる。なるほど、はい、いろんな部位、いろんな部位ありますし、あとそのグラスフェットビーフではないんですけど、牛一頭買いっていうのも出させてもらう。まっとうの、はい、体調のまっとうな肥育、はい、A4A5、うん、それも一頭っていうのを出させていただいてるんで、一頭買い、はい、いいっすよね。はい、面白いと思います。一頭買いホルモンもついてくるんですか。あ、ホルモンも全部、はい、マジですか、それ超いいっすね。はい、それいいっすね。で、納品もお客さん、その方に合わせて20回程度ぐらいまで分割したりとか、うん、はい、あの、皆さんにふるさと納税で、あの和牛堂さんの牛を買ってもらおうという回でございまして、あの北海道大樹町さん、ロケットを応援するロケットの町で、100% 作られている肉をですね、はい、買ってみんなで食べましょうと。で、あの高額納税者の方はですね、ぜひ一頭買いをしていただいて、あの何回に分けてとか、バーベキューパーティーのたんびにね、ホルモンも届くとね、はい、ホルモンは、あ、だからホルモンとかはグラスフェッドいいかもしれない、はい、甘みがというか、はい、あの腸の状態とか、はい、うん、ふるさと納税ではホルモンも販売させていただいてるんで、はい、ホルモンだけ単品でも頼めると。そうですね、ミックスホルモンとかも出してるんで。ああ、いいじゃないですか、はい、めちゃくちゃいいじゃないですか、はい、まあ、それはね、すごく健全でいい環境で育てられてる牛なんで、ホルモンは特にね、はい、そういうのはきますよね、はい、うん、
まずいホルモン、本当にまずいですもん、まずい僕だから、そういうのあんまり苦手なんですよ、臭いやつは。だからこんな臭くないと、ということで、あのぜひね、あの大樹町のふるさと納税、のウェブでね、はい、ぜひあの見てほしいなと、はい、思います、はい、堀江貴文のブログでは言えない話、毎週メールマガジン出しております。僕のですね、皆さんの質問に対する答え全部答えております。ルールさえ守っていただければ全部答えますので、メールマガジン入ってみてください。月額880円、だいたい1週間あたり220円で、1問あたり220円で必ず答えるということで、ぜひ、いってらっしゃい。雑談アプリでは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題、そして動画も見放題ということで、いってらっしゃい。